こんにちは、かくすけです。今回はお知らせ動画となっております。まず一つ目のお知らせ、二つあるんですけども、一つ目のお知らせがライブ配信の日程について、あともう一つがですね、リーベルファンタジアの動画投稿についてお話があります。まず一つ目のライブ配信は、今月ですね、ちょっと5月の14あたりがちょっと、はい、できなくなってしまいまして、土曜日はね、だいたいそのくらいにやるんですけど、なので今回はせっかくのゴールデンウィークということで、今週の金曜日、5月5日金曜日の20時からしたいと思います。そう、その13日の次の土曜日も予定が入っちゃったのね。はい、ということで5月5日金曜日の20時から午後8時からですね、ライブ配信やりますので、どうぞよろしくお願いいたします、時間が合う方は。でもう一つがリーベルファンタジアの動画投稿につい動画投稿についてなのですが、こちらですね、最近パート1を出したばっかりなんですけど、どうやらうちのキャプチャーボード、ゲームを録画するためのね、機材が壊れてしまったみたいで、他の Wii とかね、そこら辺の Wii U とか PC とかのゲームは問題ないんですけど、リーベルファンタジアがちょっと取れないなという状態になってます。で、追加でね、注文はしているので多分出せると思うんですけども、そのキャプチャーボードの問題じゃない、何かしらの問題で解決できない場合は他のゲームをやるということになると思います。多分キャプチャーボード買い替えたら大丈夫だと思うんですけどね。ですので、その際はごめんなさい。で、パート2まだ撮ってないので、多分あさって投稿の予定なんですけども、パート2は多分遅くなると思います、投稿するのが。それはちょっとご了承ください。分かり次第ですね、それで解決できるか分かり次第ご連絡いたしますので、ちょっとご連絡お待ちください。それでは以上、ライブ配信についてとリーベルファンタジアについてのお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。